張したね、高木レニも。だから俺、分かんないけど、ももクロちゃんなんかもレニフューチャーとかやっぱり多めにやらせてもらったもんね、うん、まあ、バラエティ力をつけてもらいたかったからさ、ぶらり高木レニのコーナーでもちゃんと楽だろ。え、なに、それは結果私は上がりました、ちゃんと上がってます。上がったじゃん、すごい上がったじゃん。それの実感が湧かないんですよね、なんか。あ、そうなの。ない、全然ないんですよ。だってそれ、あ、そうなんだ。高木レニの8割方はもうぶらりだよ。いやいや、そんなことないけど。やってない期間やばい、超人気ないんだね。そんなことないけどさ、まあまあでも世界観を持ってるから、いろいろね、そういう意味で言うと、あのすごくこうレニの成長が多分ももクロをこう土台を支えてきたっていうのは俺はあると思うけどね。まあそうですね、だから影さん、そこ分かって多分お前にこうすごい厳しいこと。ももクロマージェットイコール高木レニの成長期みたいな。そうそうそうです。何かっこよく言ってるけど、あの違うよ、これおーっていう場所じゃない、バカにしてるの。川上さん、絶対バカにしてる。バカになんかしてる。ももクローバー Z は高木レニの成長の物語である。ほんとやだ、ほんとやだ、ほんとやめて。いい言葉だね。ほんとやめて。いや、いい、他の4人に言っても大丈夫だって、それでいいって言うよ。本当だよ。もうやなんだけど。だってそもそも、だってそもそもリーダーだったんだよね。そもそも、そもそもそうですよ。リーダーを指名したのは川上さんなの？違います。だ、どれ、誰？あの、ま、今あの、シャチホコを やってくれてる、うん、マネージャーさんです。うん、が、え、全然違うと思うよ。え、だいたいそれパセちゃんに言われたもん、だいそれ伝えた人なんだと思うよ。伝えた人で、それはあの、みんなで会議の時年齢でって言った。ああ、一番レニが上だから。そう、高木がだからそうしますかってぐらいだもん。あ、そうなんだ。うん、なんで、まあよく言われる話だけども、もうなんでクビになったの、リーダーを。頼りないから。見てて、全く仕事してないから。じゃあ、頑張ってたんです、意外と。あの、でも、確かにそのリーダーっていきなり言われても何をしたらいいんだろうっていうのが自分の中であって。でもどうしたらいいんだろうなって。いやでもみんなやろうよみたいな感じでもないんですよ、私の性格上。そういうスキルみたいな。リーダーって資質は確かに向き不向きってあるかもしんないね。じゃあ桃田加奈子がどこまでリーダーに資質として向いてるのかっていうのも、うん、まあ、正直鏡さんとしてはあるじゃない、きっと。そうですね、ね、あの子もガン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 こう前行って仕切っていく子でもないところもありつつさ、でも結果はまあ今リーダーとしてキラキラしてるわけで、ちゃんと仕上げることによってっていう。だから逆にね、そこじゃないんだなっていうところ、じゃないところで輝く子なんだなって分かったところで、ね、まあ、それはそれで別にこだわる理由がないので、僕の場合はすぐ私たちからしても本当にかなこちゃんがリーダーでよかったなって思います。それがアーリンがリーダーでまた違うだろうし、しおりがリーダーとかだったら違うだろうし、本当にかなこちゃんがリーダーだからここにまとまれるんだなっていうのはすごく実感してます。あ、まあ、あるだろうな、うん、それは。だからすごい、デヒプラ、なんていうの、本当にピンチの時に救ってくれるのはやっぱりリーダーだし、助け舟を出してくれるのもリーダーだし、そういう旅行に関してすごい、いつもみんなふざけてアホリーダーとか言ってるけど、そこはちゃんとリーダーだなっていつも思ってます。なるほどね、すごいですね、リーダー。やっぱりリーダーをちゃんとしっかり思ってるんですね、うん、そんなリーダー今忙しいね、今。そうですね、リーダー忙しいですね、忙しいですね、大忙しね、ねえ、バイバーイ、見てね。